出てくれた人、来てくれた人、ありがとうございます。まあ、やっぱ企画初めてなんですけどね、やっぱしんどかったです。めっちゃほんま何人ぐらい入んねんやろうとか、そんなことばっかり考えてました。まあもっとね、頑張ってたらそんなもん気にせんでええようになるんかなと思ったらね、まだまだ頑張りが足らんなと。どんどん行きます。
からあの企画名 を見てもらったら分かります。守護霊は味噌ボリューム87、まあ、これから分かるようにね、僕らがあの音楽を通してお前らに伝えたいメッセージなんか何もないねん。なっせん。I did nothing! Nothing!
ありがとうございます。まあ正直ね、こんなにたくさんの人が集まってくれると思わなかったんで、普通に嬉しいです。ありがとうございます。ほんでね、ちょっと普通の話するんですけど、結構ね、お時間がね、バギナズっていうバンドがね、アホみたいに押したんで、もう全面的にバギナズのせいで結構時間がカツカツになってます。で、バキナズのせいでみんなにこういうこと言うのもうほんま申し訳ない。もう僕らが代わりに謝るんですけど、ほんとすいません。お時間がねあんまりないんで、結構バンドの皆さんは終わったら結構すぐ開けてください。はい、ほんで物販を買いたい人はマジで急いで、もう直しちゃったんですかとか言うのほんまやめてくださいね。もう全然おもんないんで、そんなほんまおもんないな、はい、もうね、みんないっぱい、ね、物販持ってますんでね、みんなみんな帰りますね。ちっちゃいサイズが、みんなバンバン帰りまして、ね、ね、サイズ今こうね目立とうとしてる小さい子、この人ね、今日もいろんなバンドさんが結構まあ、仕事の都合とかで遅れてきあったんですけど、もうこの人もねギリギリ奇跡的に間に合う感じやって、で、うわもうあまり予想なかったからタクシー乗ってきたわっつって、やっぱりタクシーアピールするから、俺神戸から来てるんですけど、まあ、どっから乗ったのかなと思って、タクシーってどっから乗ったんすか、うん、雨村で降りた、そんな聞いてへんねん、降りたとこ聞いてへんねん、乗ったとこ聞いてんねん、どういうことやねん、全然わからなかったわ、アピールすんなよ、目立つなよ、あ、強ぽんや、あ、強ぽんや、強ぽんや、嬉しい、強ぽんや、強ぽんや、強ぽんや、強ぽん、強ぽん、強ぽんおったな、強ぽんおったがよかった、強ぽん、強ぽん、強ぽん、悪口言われてもなんか俺は嬉しいで、俺も嬉しいわ、俺から嬉しいで、申し訳ないけど、もうお知らせがあって、8月にアルバムをリリースします。だから8月30日に新神楽でレコアツやるんで、よかったら来てください。もう帰ります、バイバイ。あ、本当にありがとうございました、みんなバイバイ、ありがとう。
やっていいですか。あ、OK、OK 出ました。すみません、迷惑かけてすみません。やらせくさいアンコールですけど、やりますよ。何でもええねん。いっぱいやれたらええねん。自分がおもろかったらええんじゃん。ちょっと待て。金は返さへんけど、ちょっと待て。お前の責任やろ絶対に財布から抜いて金返せ俺らが犯人やったら返したんだけどもうちょっとだけやって帰ります。ほんまありがとうございました。まだ8月30日5発新神楽来てください。お願いします。ドラムソロ、ドラムソロ。
Soy ya, 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 soy